ですね、今日はちょっと特別編で、こういったものをね、今回提供を受けたということで、こんなにね、いっぱいもらったんで、開封の儀、いきたいと思います。はい、何が入ってんだろう、これ。すげえいっぱい入ってんだよ。なんかこういうデジタルガジェットってワクワクするよワね。クワクします。はい。で、こういうのが今回ね、送られてきました。まあ皆さんご存知だと思うんですが、インスタ360。おお、まあまあね、ボリューム感はあるね。重さ的ななんか GoPro と同じぐらいありそうだけど、でもなんかちょっと縦長だからコンパクトかな。なんかもらったもんだからいいこと言おうとしてる、俺。はい。で、まずこれが360なんでね、こう両方ついてて、ここに多分見えるモニターがついてるんでしょうね。あ、入った。ちょっと今、これを剥がすと。レンズが飛び出てるんで、あれですね、傷つけないように。ああ、そう、360度は飛び出てんだよね。あ、綺麗映りですますね。ね。はい。で、まあ、そのレンズが飛び出てるので、レンズガードをね、このレンズが飛び出てて、レンズガードのやつは気がつかない間に汗の汚れとかついてて、そうですね。画像にずっとこう汚れがついたまま撮り続けてとかなりかねないので、ちゃんとこういうのがあるので保護しましょうと。本体傷ついちゃうともう最悪だからね。よき。おお。で、あと充電ケーブルと、で、あとこれ自撮り棒ですね。インスタ360の自撮り棒って結構有名で、みんな使ってるよね。使いやすいっていう評判で。あれ？これ自撮り棒じゃない？ すっごいね、これ。これが？こう？それはもうその長さの自撮り棒ってことですね。そういうことか。伸びないんだ。もうそれできっとあれなんですよ、十分なんですよ、その長さで。すごっ。で、バイクにはどうつくかっていうことですね。ちょっと今の俺のバイクだとつかないな、これ。ちょっとまた使えるようになったら報告したいと思います。今日はね、いつもの品川神社からお届けしてるんですけども、これからちょっとね、横浜まで走ってこようと思います。走りながらね、ちょっといろいろ話したりしながら進めたいと思います。それではこの品川神社からスタート行ってきます。撮れてるのかな。すごいね、これ。今まで確認しながら撮ってたけど、ちゃんと撮れてるな。撮れてる、すごい。自分の人生が撮ってる。これはいいな。こういうとこも撮れてるのかな。これはいいけど、鼻水とか流せないよ、これ、山登ったりとか。カフェ60から連絡あって、イベントくれないかということで提供を受けて、ね、今回来ております。なんだけど、展示会のシーズンで、ドレスの方、デリアとかの方もそうだし、東京ビールズの方も、キューブリッジの方も、展示会がちょうど重なる時期なんですね。土日も休みなく、この1ヶ月から1ヶ月半くらいかな、あるんですけども、まあ、その時にちょうどその話をしまして、お勉強させてもらったんですけども、まあ、もう2週、3週間しかないじゃんところだったんですよね。それで、まあ、その時はね、まあまあ、でも言うても3週間あるから、なんとかなるかと、まあ、思ったんですが、蓋を開けてみればですね、もうあと1週間しかない状況でまだ撮ってないということで、まあ、例によってうちらピーに劣化のことも怒られましてですね、何やってんだお前はと、早く撮ってこいと言われまして、もうとにかく朝一ね、自分が一番気に入ってる、本当はこれで都民の森登ってとか、福岡も来週予定だったので福岡ライドに行ってとか、いろいろやろうと思ったんですが、それも叶わず、気がついたらもう期限も間近ということで、遅れて60キロぐらいのちょうどいい距離にある横浜のゼブラカフェで出して帰ってくると。今これだけ撮って、まあまだ合計10分とかになっちゃいます。でもまだ88%になります。さあ、見えてきた。インターコンチネンタルが見えてきた。ここまで来れば、まあ、すぐでございます。横にインターコンチが見えてます。っていうこともできるんだよね、このカメラだったら。わざわざカメラを向けないでも最高じゃん。マークって見てばいいのかな。なんかこう、めぼしいところにマークがつけられるんだね。これインターコンチのマーク。インターコンチ。はい。先ほど前走った人たちが、東京ウィズの人ですか、声かけていただいて、ありがとうございます。で、なんか、どこ行くんですかって言ったら、箱根行って、泊まって、静岡で1
来て、そこからここで帰りますって。もうね、羨ましいしかない感じでしたね。男2人で休み取って、旅行とかって、撮影持つとなかなか行けないね。まあでもあれか、落ち着いてくれば行けるのかな、そのうち。なんか羨ましいなと思って。でもね、夏なんだけど、真夏でも暑いんだけど、湿気がないから、めちゃくちゃ気持ちいいですね。バッテリーが今83なんで、余裕だな、これ多分。半日ぐらいだったら、まずほんと、つけっぱとは言わないけど、結構ちょいちょい取ってっても余裕かな。いや、あそこの観覧車抜けた赤レンガ。あ、赤レンガって、あそこはゼブラカフェに向かってたんだ。でも、とりあえずね、今日天気もいいから赤レンガ見てから、来年も赤レンガトークでイベントやりまーす。赤レンガを眺めつつ、ゼブラ行きましょう。あ、赤レンガ見てた。なんか GoPro の方がやっぱりプレビューとかできないから、ちょっと撮れてるんだか撮れてないんだかみたいな感じになりがちですね。インスタの方はこの画面のところでこうやってやると見えるんですよね。かつスマホの方はもうバッチリ見えてるんで、まあ、GoPro も確かスマホ連携できるんで、それやるとできるのかもしれないけど、反対だとやっぱりインスタフォームで見せる方が手頃感がある。さあカレンが来ました。イエーイ。暑いな、今日はやべえな。体操って最近なんですよね、カレンガ島も。そうです、そうです。ゼブラ行っていい。やっぱこれも撮っとくべきなのかな。おっさん一人なんだけど、何度も言うけど、これもやっとくべきだよね。だよね。撮り終えました。おっさん一人でね。今日ちなみにね、着てるのはね、ビールズ、実はビールズのオリジナルのゴッホのひまわりをモチーフにしたサイクルジャージでございます。3年前ぐらいから実はうち絵画シリーズってスターリングナイトとかのスイレンとか、あの辺の絵画をモチーフにしたオリジナルジャージっていうのをテーマにやってるんですけども、なんとですね、今回ツール・ド・フランスで強いユンボビズマがですね、絵画をモチーフにしたジャージを着てね、走ってましたよね。いや、パクられたと思ったんですけども、まあ、ユンボビズマならいいかと思いました。今後も絵画をモチーフにやっていきたいなと思いますけども、決してうちがパクったわけじゃなくて、向こうがパクった。ということで、理解いただければなと思います。そして、ゼブラカフェに着きました。ここはね、自転車を登らせることができるので、便利です。で、ゼブラの左、一度はね、こっちに顔を出しましょう。ああ、ここ綺麗ですね。イエイ。はい。じゃあ、中に入りたいと思います。10時オープンなんだ。危ねえ。全然もっとタイプだと思う。ここに止めることができるので止めます。ではいただきます。ゼブラどうやって見えてるかっていうと、こういう感じで見えてる。確認しながら行きますね。見せてみよう。そっか、スマホでここ映せって言ったところ、すごい。これ何かっていうと、このカメラを要するに今目の前にあるんですけど、これをこう右にずっと持っていったらずっと俺を追っかけてる。このカメラの視点はずっとその一回撮れと指示したものにずっといるという感じで、自分自身もね映らないんですよ。見えます？見えないか。いいですね。スカイスナップ機能とかいうのがあるらしくて、でもなんかスノーボードとかの時の聞くのかな。なんかチュートリアルではスノーボードの時とかに持ってワーッと走ると空を中心に映してくれて、かっこいい映像が撮れますとか言ってたんだけど、今こうやって俺が歩いてんじゃダメなのかな。空結構綺麗。あ
とは撮影になくなる前にあの GPS 機能っていうのがあって、よくみんながほら YouTube とかで速度とか撮るじゃないですか。あれがこれ撮れるらしいんですよ。画面に自動ですよ、表示できるようならしいんで、ちょっとそれの機能も試してみたいと思ってやってみます。今日ねめっちゃハンドル周りが混み合ってるんですけども、これがねバイクマウントキットなんですね。ここも全部拡張アダプターになってて、これねサイコンとか本当は取り付けられるんだと思うんですよね。この土台みたいなものをつけて、そこからこういう風にインスタ360度つけられる棒があって、この棒はじめちょっとね長いなと思うんだけど、乗ってるとね慣れちゃうと別に気になりません。あとこれもねくるくるっと回して、ここグッと下に落として外すやつ、あのよく見たことあると思うんだけど、そういうので2箇所で止めるだけなんで非常に簡単に止めることができます。でこれくっつけてカメラがつくところがあって、これも角度調整がここでできるっていて、取り付け自体は今日の朝急いだってすごい楽でした。今ね GPS をオンにしてました。要はスマホの GPS を使って場所を取るみたいなんで、スマホが休止状態になっちゃダメみたいなんですね。だからそのスマホの方のロックってことを押すと、まあ、画面が閉じないようになるというモードになって、今そのロックモードになりました。それでスピードとか場所ですよね、どういうルートを変えたかっていうのは取れるようになるそうなので、ちょっと行ってみたいと思います。さっきカフェで音のチェックしたんだけど、カジキ音がまあまあ強くって、声はそこまでクリアに入ってないような気がした。 GPS との連動は結構簡単で、インスタ360単体では GPS の機能を持ってないみたいなので、スマートフォンとか Apple Watch に対して GPS リモコンっていうのがあるらしいので、まあ、そういう GPS 機能を持ったものと連携させておくっていうので撮影すると GPS は持ってくれます。で右上のなんかこう設定ボタンでGPS オンとするかオフにするかっていうのを選ぶだけでデータを保持してくれるので、なんで表示するしないっていうのは編集の画面でできるので、あとで GPS オンにするだけしといて、あとで表示するかどうかっていうのを決められると。で GPS で取れるデータって、まあ、速度とか位置とかなんで、まあ、地図を表示したりとか高度とか、まあ、よくあるなんか YouTube とかによく上がってるようなヒルクライムとかこれくらいで登ったみたいなのは取れるかなと。めっちゃ暑かった。今日はなんか前引いてもらったから楽だったけど、帰りは暑いわ。はい、到着です。気がついたらね、バッテリーがまだ 14% なんですね。というわけで品川神社には到着しちゃうので、これぐらい行きたいと思います。はい、というわけでね、一晩明けて、昨日ね行ってきたんですけども、やっぱソロライドね僕は好きですね。周りとこう頑張って走んなきゃみたいなことも全然なくて、自分のペースで走れますし、で昨日はもう幸い本当に天気もめちゃくちゃ良くて、ただやっぱりね真夏は帰りが結構やっぱきついですね。どうだろう、走ってる時間3時間ぐらいだったんだけど、3時間ぐらい走っても汗ダクダクになって、ボトル1本飲み終えて2本目のアクエリアスに行く時にはもう結構疲れが結構出てきたんで、やっぱり夏の暑さってね、あの用心だなとは思ったんで、その辺気をつけてくださいと。はい。で、締めです。今回ね、このインスタ360 1X2 という機材のね、レビューです。で、僕が普段使ってるのはこの GoPro Max っていうのを使ってて、あのこのインスタ360使ってどうだったかっていうところの、まあ総論の話をね、今ちょっと軽くしたいなと思います。で、どっちを買った方がいいのって言われれば、まあ本当好みだなって正直思いました。あの機能的なものはおそらくほぼ変わらないんじゃないかなっていうふうに感じました。基本スペックっていうんですかね、何時間ぐらい使えそうとか、360度どれくらい綺麗に撮れるのみたいなところ、解像度どうなの、ホワイトバランスの調整どうなのみたいなところはそこまで変わらなそうだなっていうのが、まあ僕の素人ながらの僕の意見です。あの基本これ素人が使う人が見てどうなのっていうのをあのレビューしてるんだと思うので、そんなに変わらないかなっていうふうに感じました。でじゃあ何が一番大きく違うかっていうと、僕よく言うんですけど、 GoPro が Windows で、まあインスタ360が Mac かなっていう感じが僕はしました。でやっぱりその違い何なのかっていうと、多分 Windows の方が機能は優れてんじゃないかなと思うんですよね。まあ長年の経験値でやっぱ機能はこっちの方が作り込まれているような気がするんですが、一方で素人みたいな僕らがこうホビーユーズで使うにしては機能が多すぎるというか、なんか
逆に使い勝手が悪くなっちゃってるのかなっていう気がするんですね。で逆にこういうアップル系のものの方が機能よりもユーザビリティになんか重きを置いてる気がするんですよね。どういう使い方をしたいかに応じてそのメニューの配列も決めてるし、機能も抜粋して最低限の機能で搭載してくるという方が実は使いやすかったりするという意味で、なんかこのインスタ360の方が僕はなんか使いやすいし、フィーリング的に使うっていう感じができやすいのかなっていう印象は受けました。だからまあその辺は本当にこう好みなのかなと思っちゃうんですよね。やっぱり Windows 的にこう機能を使い倒したいと、で細かい設定もしまくりたいっていう方は GoPro 的なものを選べばいいと思いますし、まあ逆にこうもうちょっとライトにワンタッチでパッと使えるようなものがいいっていう人はインスタ360の方がいいのかなというふうに感じたという感じです。でまあ例えばその差ですね、ここのアタッチメントのところも、まあ、GoPro ってその専用仕様のこういうふうなこういうところでこうガチャンとはめてネジをこうやって入れるっていう仕様になってるんですね。で確かに安全性って意味では安全なんですけども、一方でインスタ360の方っていうのは裏にこう三脚の穴がついてるだけなんですね。で逆にこれだとでも取れちゃうかもじゃんっていうふうに考えればそうなんですが、まあでもいろんなアタッチメントがつけやすいということだったり、あとケースも GoPro の場合ってこれ袋に入れて保管するんですけども、インスタ360ってこういうちょっとネオプレインっぽいものなんですよ。でこれだと自撮り棒をこうやってつけてた時も持ち運びの時にこうやってかぶせるだけで持ち運びできるじゃないですか。カバンにピャッて入れたりもできるし、でそういう持ち運びの便利さって見たらやっぱこういうネオプレインの方がいいよねとかっていうところを考えていて、なんかその細かい機能を作り込むよりもユーザーがどういうシーンで使ってどういうふうな機能をつけた方が楽かなっていうところをよくよく考えてくれてる気がするんですね。で今回一番その大きなポイントになったのが、僕実は GoPro Max って360度撮れるんですよ。だけど使ったことなかったんですね。それなぜかっていうと、まず一つが自転車なんかだと自分自撮りしながら撮りたいんだけど、GoPro ってこう近くにあるアタッチメントしか基本ないんですよ。今もしかしたら出てるかもしれませんけども、まあ買った1年前、2年前とかはなかったんですね。そうするとハンドルに一番近いところで360度って撮るとかなりこう近いんですよ、人が。多分今回の動画でも出てたと思うんですけども。で、ちょっとこの距離で自分の顔を撮りながら景色も撮って360度ってないなっていうところだったりとか、編集者と話をした時に360度あるとどこの視点を撮って使っていいかを全部見て回らなきゃいけないから結構編集が大変だとか、あとデータが重くなるから大変だとか、まあそういういろんな条件が、ちょっとした細かい条件が重なって、じゃあ360度使うのやめとこうと。俺もなんかよくわかんないのに常に360度自分の顔撮られてて、いつ使われるかもわかんないもの使われるのちょっとやだしねっていうことで、実は360度って使ったことなかったんですね。だから、比較にはなんないって言ったのはそういう意味で、実際比較僕あんましたことないというか、GoPro で360度ほとんど使ったことないので、比較はできないんですが、でこのインスタ360に関しては、もうそもそもその自転車のアタッチメントがすごくこう遠くにこう設置できるので、で見た時にちゃんと本当にこうハンドル持ってる自分が遠くから撮られてるようなイメージになるんですね。だからかなりこの絵だったら別に全然使えないみたいな感じになりましたし、あとはいろいろもろもろそもそも自転車のアタッチメントが正規品として出てるだったりとか、あとスマホと連携とかめちゃくちゃ楽なんですよ。でスマホで見ながら360度撮れたりする、でそれもパン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 編集もできたりするので、かなりその360度撮るために特化されてるというか、そういう素人が360度使ってもあんまり間近で恥ずかしいよとかそういうことがならないようにちゃんと考えられてるんですね。だからさっき言ったシーン360度撮った時にやっぱりユーザーってこう考えるよねみたいなところをちゃんと考えながらそこに特化して作られてると、まあ商品名がインスタ360っていうぐらいなんでそうなんでしょうけども、このレビューって GoPro Max の360も使いまくってからレビューするべきなんだろうなとは思ったんですけども、でもやっぱりその前にちゃんとアタッチメントもあり撮ってみたら、あ、なんかそんなに恥ずかしくなく撮れてるみたいなとこだったりとか、360度をなんか使ってみようと思わせたこの製品の勝ちなんじゃないかなっていうふうに思ったので、そういう意味でやっぱこっちにその360度自転車撮りに関してはですね、少なくとも軍配が上がってるなという感じがしましたというところ、まあそういったところがね、僕はこっちを Mac なんじゃないかなっていう言ってるゆえんです。なんとなくこう気持ちよく使いたいなってところで気持ちよくさせてくれるのは、僕はこっちのインスタ360の方がちょっと使ってて持ち運んでて気持ちよかったです。なんとなくライトな感じ、ライトにこうネオプレーンパッとカバーかけてパッとなんかスマホのようにバッグに突っ込んでおけるだったりとか、あとまあアタッチメントもちゃんと専用のものがあってつけたら安心して撮れるとか、
角度調整とかもなんかそんな難しくなくできるとか、まあ、そういったところで安心して撮れました。あと付随する機能ね、あのスカイスナップ機能とか GPS 機能だったりとか、すごいいろんな機能はいろいろあるんですけども、まあ、まずはじめに僕はユーザーインターフェースが優れてると思ったのと、まあ、プラスしてそういったものも使えるよっていうところは、まあ、プラスになってくるんだろうなというふうには思います。最後にね、弱点だけ、一応言っておきましょう。1個はやっぱり、電池の持ちですね。電池の持ちが悪いというよりは、相当楽しいので、まあ、どっかカフェに行くたんびにスマホで連携していじったりとかしちゃうんですよ。まあ、スマホの充電が速攻でこれ、つないでるとなくなっていくんで、で、こっちの充電もなくなっていくというところで、まあ、なんか替えのバッテリーは必要だと思いますし、モバイルバッテリーでつなぐでもいいんですけども必要だと思いますし、まあ、もうちょっと本当は持ってくれると、まあ、こんだけ楽しいのでね、嬉しいなと思いますが、まあでも重くなっても嫌なんでね、まあ、モバイルバッテリーで充電しながらうまく使うってとこでしょうか。あと2点目が、これは360度の機体は全部そうなんですが、レンズの出っ張り。これ両方とも今レンズカバーはつけてるんですけども、この360度カメラってどうしても360度撮るために、こう、レンズが出っ張るんですよね。で、360度撮らないカメラって、こう平面になってて、もうそもそもこうガードされてる感じなんで、うっかりこう落とした時に傷がつく可能性っていうのは、まあ比較的可能性としては低いんですが、これはね、もう確実に出っ張ってるんで確実に行くんですよね。バーンといったらガッと傷入るんで。で、なんならレンズカバーなんかしてなかったもんならもうそれで機体おしゃかなんで、そこはやっぱり360度カメラのデメリットではあります。汗かいた時とかもやっぱポタ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 、やっぱりレンズに直接当たる可能性も大きいんですね。だからそこは一つ、結構ケアが、さっき言ったカバーの問題が結構その360度でかくなるよっていうのはそういう意味で、まあこっちの場合はさっき言ったネオプレーンをさっとかぶせれば、まあちょっとメーカー推奨してるかどうかわからないけど、まあで OK よっていうところが楽だとは思ったんですが、いずれにしても出っ張ってるところのレンズの傷っていうのがつきやすいので、もうこれは360度の機体全部そうなんですが、そこはね、やっぱデメリットだなというふうには感じます。持ち運びの時とか、うっかり落とした時ですね、と思います。なので、まあ、360度、本当に撮りたいよっていう人でなければ、もしかしたらそういう平面の、まあ、ものを買った方が、安全性という意味ではいいのかもしれないなというふうには感じますが、ただこのインスタ360度の360度は、まあちょっとさっきお見せしたと思うんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。本当に、これはもう完全に大人のおもちゃだなと思ったんで、まあ、買う価値はあるかなと。いうふうに思います。はい。というわけでね、今日はインスタ360のレビューでした。ちょっとね、まだまだ僕ね、本当正直使い切れてないので、もっともっと使って、またちょっと機会があれば紹介したいなというふうに思います。もしこの辺のとこどうなのみたいな質問とかあれば、わかる範囲でコメント欄で答えますし、わかんなかったら、ちょっといろいろ、使い倒してみたいので、調べたりもしてみます。実際触ってみてね。で、今後ね、東京ウィズのチャンネルではこういった機材の紹介なんかも、していきたいとは思ってるんですが、基本的に、うちの YouTube は、PR っていうのは、申し訳ないですけど、お断りさせてもらってて、たまたま今回これはね、自分で買おうかなっていうふうに思ってたんですよね。ちょっと興味があったんで、で、思ったところにお話しいただいたんで、今回ちょっと、ご提供いただいたという形でございます。自転車にまつわる機材だったりとか、こうガジェットもんって僕も嫌いじゃないので、こういったものの紹介は引き続きやっていきたいなと思うので、まあ、ぜひ興味ある方は、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。あと、いいねの方もぜひよろしくお願いいたします。というわけで今日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。あれ一人で乗るか。インスタ360。効果を見るために。おじさん一人で。こんな派手なサイクルじゃない。